毎度どうも。今回は、千ギアの純血、カザロフを使ったデッキで戦おうのかい？ベースは黒赤ミッドレンジ。ゴブリンの鎖回しがカザロフにカウンター乗せてくれそうです。相手に生物少なくてもカウンター乗せたかったので、探査の探検で無理やり生物出してでも、ダメージを与えようとしてます。多めの飛行生物によって変身させやすいですし、カザロフコストを賄うのにも多少役立つかな。それじゃあ動き見てみましょう。今回、別相手の試合に本構成となってます。後手スタートです。マリガンはなしで。相手ワンマリガン。タップインスタートですね。こちらもタップインで。山を追加して、キランの新遺号設置、霊気拠点セットして、一旦エンドです。山を追加、ゴブリンの鎖回し召喚、1点もらいます。キラン起動。じゃあ、索泊で破壊します。ホダコのカスメ取りで手札確認。全部除去ですね。どれ取っても同じ。一応一枚な分解を追放で、土地タップインしてエンド。索泊で除去されました。鎖回しで3点。残り16。タップイン追加。バリスタ1で召喚。しぶきと合わせてゴブリン処理しましょうか。相手即戦闘。先制攻撃パンチ。一応ブロックして。能力で1点ビーム。戦闘ダメージはなしで、クズ鉄城のたかりや召喚、あれも追放したいけど、鎖回しが先、生物落ちてないし、ピアでなんとかなるでしょう。山を追加、ピアなら召喚します。ソプター追加、ついでに探査の探検。相手に02植物トークン2体。タカリアアタック。ピアで相打ちます。生物いないししばらくは墓地にいてくれるでしょう。エンドでこちらのターン。ブリンガーから入りましたけど。除去見てるしかーんでよかったような。無許可の分解でブリンガー除去。ソプターで1点。相手ドロー号。土地詰まりで4マナ剣が溜まってる。もしくは除去だらけかな。探検装備して殴りに行きます。索泊でソプター除去。じゃあ土地追加して、カーンからトークン出します。マイナス2で構築物生成。
相手山を追加。チャンドラ召喚。プラスで赤マナ2つ。作白で探検除去。いいところで引きましたね。まずカーンプラス起動から。土地2枚ですね。もらった山を置いて。侮辱でチャンドラ追放。そしてインド。キラン号設置されます。いいとこに来てくれました。これでキランも大丈夫そう。まずはカーンプラスから。土地とホダコ。山を追加して、センギアの純血、カザロフ召喚で、44飛行。何らかの方法で相手生物にダメージ与えると、こいつにプラ1カウンター。次のターンのチャンドラとブリンガーだけはやめていただきたい。構築物で攻撃。カザロフのは戦闘ダメージでも誘発させれます。スルーで本体1点。エンドで相手のターン。チャンドラは困る。ブリンガーも困る。無許可の分解もやっちゃえや。ブリンガーじゃない生物ならどんと来い。バリスタ2で召喚。それなら大丈夫。これでもう分解以外は大丈夫そうかな。あら、いいドロー。では早速キャスト。出しておいた植物トークンがちょっと役立つ。バリスタで構築物除去。もう一個でカーンに1点。鎖を回して1点ばらまき。トークンにダメージで2回パンプアップ。66飛行となりました。カーンマイナスでホダコをもらって、早速キャスト。しぶき追放します。一応一回待っておこう。殴らずエンドで。ここで相手投了です。対戦ありがとうございました。次は別の相手になります。試合数だと11での3本目です。2本目負けてたので3本目は先手で。マリガンはなしで7枚。まずは山を置いてインド。相手島セットから、ハイオル刃召喚。さらに鬼ソプター。土地を置いて。バリスタ出そうかと思いましたが、1じゃ意味ないし、後で3ぐらいで出した方が良さそう。バリスタを数構えたふり。1、2本目で執着的探訪を見てたのも理由かな。相手普通に1点パンチ。もらって19。2マナ構えでインド。山を追加して、ピアナラー召喚。カウンターされず。まあフォークのペテンシでピアタップ。探訪ありましたね。まあ何もできないしエンチャントどうぞ。2体で4点パンチ。両方もらって残り15。ワンドローされます。
島を追加でカウンター構えられたかな。沼を置いて侮辱は相手ターンに打とう。殴らずエンド。ペテンシ追加。トチネルなら今打ちます。暖房ついてる。アンブロ追放。ペテンシでピアタップ。島4枚目。大嵐の陣召喚。単体のカードパワーは高いですよね。あの陣4点もらって残り13。サイコサイターン置いてもあんまり強くない。ピア重ねても損だし、バリスタも2で置くのはちょっとなぁ。とりあえず拠点置いて。強くはないけど、サイコサイターンが一番マシかな。ピアスでカウンターされましたね。まあいいや。殴らずエンド。何の1マナかな。暖房なら張るよね。廃墟の地置いて。相手3体アタック。ペテンシで相打って、ソプターでライフ守ります。残り11。相手エンドでこちらのターン。廃墟起動。沼は2枚目あります。山置いて、バリスタさんで召喚。着地してエンド。相手島6枚目。6点パンチもらいます。残り5。そのままエンドでこちらのターン。おっと、除去引きましたね。バリスタもったいないけど、ライフ守らないと。殴ったらカウンターされた時ややこしいかな。バリスタで1点飛ばし。そうよ、打っちゃいます。ピアでフォローできるし、殴ってよかったかも。相関で陣をバウンス。それじゃ残り2点は本体にでも。余った2体を除去。土地追加から、ピアナラー。ソプター出してエンド。戻してた陣召喚。こちらのターン。土地タップインして、パンプ構えでエンド。相手まず戦闘。陣はソプターでブロック。そして3回パンプアップ。相打ちしたいです。相打てましたね。土地をサイクリングします。来たぜ、ぬるりと。でも出せない。このターンはおとなしく2点パンチで。相手ドローゴー。まあとりあえずアタックから。カウンター構えてそうだけど、それでも召喚しましょうか。呼んでる呼んでる。
通りましたね。敏捷な妨害術師、31瞬速飛行として登場。探訪エンチャント。そして戦闘。この攻撃は、相打つよりかスルーかな。もらって残り1。ドローもされますけど、カザロフ生き残る方が強そう。相関は勘弁。相手陣召喚。エンドでこちらのターン。山追加して、置いても2回起動か。ブロックされてもいいので、22だけアタック。投資ですね。相手12。そのままエンドで。相手島7枚目。戦闘入り。2体アタック。インスタントでタフネス上がったりしないよね。42ブロックから。カザロフで陣に2点。それを2回起動。パンプするので66になります。ここで相手投了。対戦ありがとうございました。デッキリストはタイアオ単戦でのものです。戦績としては2人構築で3勝3敗。6マッチ15試合中、カザロフ召喚できたのが3回かな。引いたけど出せなかったのがそれ以上あったと思う。やっぱ重たいっすね。大概手札で腐ってました。しかし出せれば悪くはないかな。7マナ生物出せてる時点で消耗戦後だし、案外、能力による場の掌握はしやすかったです。他のでもいいのではとか言ってはいけない。単純に使いたかっただけなのです。まあ今回はこんなとこで。また次回。ご視聴、ありがとうございました。